どうもお疲れ様です。山本太郎さんの凱旋っていうのは、まあ、教育っていう部分もねやっぱこうはらんでると思うんですけども、まあ、それをね山本太郎さんの言葉を教育と捉えた時に従来の教育と圧倒的に違うのは、まあ、今までの教育っていうのはね教わったことを覚えてそれを使いましょう、ひいてはそれを次の世代にも継承していきましょうっていう風ないわゆるコピーペーストなんですよね。暗記と模倣なんですよ。それが教育とされてきました。でもこれがね大きな間違いをはらんでいたってことを山本太郎さんは私たちに気づかせてくれるわけですよね。まあ、吉田さんがね狼に育てられた少女は狼みたいになっちゃうみたいなことでお話しされたりとか、まあ、泥棒一家ってのはね泥棒になるがゆえの泥棒が正当化される教育を入れたからそうなっちゃうみたいなことを言われてましたけども、確かにこれも教育の中でも基礎教育って言ってね、まずは一もなく二もなく覚えましょう、それが正しいんですっていうふうな思考停止して教わったことをね1なら1、2は2、1たす2は3ですよっていうふうに覚えることが優秀とされたわけなんですよ。でも、まあ、次の時代の教育とか高等教育にこうスライドしていった時にね自分で考えるってことが大切だよってことになるわけですよね。まあ、例えば日本には国債ってものがあって、それは将来世代への借金なんだと、孫子にツケを回すんじゃなくて今のうちにそれをなんとかね借金をなくさないといけないから増税してみんなで負担を分かち合っていきましょうと、そう聞くと あそうなんだ確かになと、一人当たり800万900万の借金があるって状態なんだ、やばいなと、自分たちの子供が生まれながらにして800万900万の借金を背負うのは自分たちの責任なんだな、だから今は増税を受け入れようみたいな思考になっちゃうのが、これが思考停止なんですよね。でも実際に自分の頭で考えてみると、あれ教育を受けて国債ってのは国の借金、いわゆる国民の借金っていうふうに思ってきたけど、どう考えても違うぞと、大体我々国民は何一つ借金をしてないぞ、それからもう一つね国債を切って港を作ったり空港を作ったり道路を作ったり新幹線を引いたり、さまざまな公共事業っていうのは確かに国債発行で賄われていて、瞬間的に10兆20兆50兆って払ってるよねと、でも払った反対側では安全な都市機能が担保されていたりとか、子供や孫が生まれてきても困らないような道路があったりとか病院があったりとかするわけじゃないかっていうことは、確かに今の世代でお金は出したけども、お金を出して作られたものってのはそれこそ50年後100年後200年後までずっと使えるから、ものすごくいい資産になってるなと考えた時に、例えば50兆出して作ったものが100兆分のコストパフォーマンスを得るわけなんですよ。そうなったら国債を切って借金をしていろんなものを今の時代に作ったことっていうのは将来世代のツケじゃなくて将来世代へのそのまま貯金になっていくんだなっていうのは全く反対側の考え方になるわけですよね。でも今多くの方っていうのは国債っていうのは国の借金で一人当たり900万ぐらいの借金という計算になるから、これからもどんどん増税しないともう間に合わなくなるっていうふうに思い込んで、山本太郎さんみたいに、いや国債なんてね返さなくていいんだよ、奨学金なんてチャラでいいんだよ、ね、借金棒引きだよ、特性例だとか言ったら、山本太郎さん変なこと言っておかしな考え方で世の中を扇動してるっていうふうにね思っちゃうんですよね。そういうふうに暗記や模倣が得意だった人っていうのは自分の今まで正解をもらってきた丸をもらってきた答案用紙をずっと頭の中にあるから古い学歴にしがみつくわけですよね。でも教育つまり教わったことっていうのは確かに机上の空論、テストでは丸がもらえたけども現場では使えるかなって考えた時にまるで別っていうことが結構あるんですよね。だからそこに山本太郎さんがたくさん気づかせてくれたのは非常に大きいかなと思います。まあだからね山本太郎さんの言うことが理解できたから賢いっていうのとはまた違うんですよ。気づくのには順番がありますから、で今日気づける人もいれば明日気づける人もいて1年後に気づける人もいてタイミングが違うだけなんですよね。だから山本太郎さんのファンの方とアンチ山本太郎さんの対立があるとしたら、みんな分かっていないっていうふうに山本太郎さんの言うことを理解した人が理解できてない人をバカにし始めるところがもしあったとしたら、それは対立と分断を生むからそうじゃないよと、やっぱり
先に理解できてラッキーだったけども、これは皆さんにも当然わかることだと。そのぐらい今まで教育の中で行われてきたプロパガンダっていうのはものすごく巧妙で強いんだよってことなんですよね。でついにね、今回インボイスっていう制度が始まるときに、令和新選組の田川亮さんとかね、大島九州さんとかが山本太郎さんの考えを国会で質問するわけですよ。そうするとね、税金の所管している財務省が答えたのは、そのいわゆる消費税っていうのは預かり税って言われてましたけども、財務省としては預かり税的な性質を持っているっていうことを主張してたらしいんですよ。それが世の中で預かり金、預かり税っていうふうに湾曲して解釈されて、そしてしまいには益税みたいな考え方があったりとかね、今まで売上が1000万以下の事業者さんっていうのはお客さんから預かった税金を着服してるっていうふうな悪い概念というふうに勘違いされていた、もしくはさせていた財務省っていうことが明らかになったわけですよね。まあ、そうなんですよ。私たちが商品を買います。レシートもらいます。消費税がいくらって書いてますけども、これには全く意味がないんですよ。そもそも、商品買ったからといって、その中に消費税がどのぐらいの割合含まれているのかってことは、納税する瞬間までわかんないんですよね。ここに私たちも、いろんなことを鵜呑みにしていたウィークポイントがあったわけなんですよ。今、価格が11万円の商品があった場合、すんなりね、原価が、売価がね、1万円で、そこに消費税1000円が乗ってるっていうふうに、私たちは勘違いしがちですけども、そうではないってことなんですよね。もう一見聞くとね、そんなわけないだろうと思ったんですけども、確かにそうだってことが理解できるのが、令和新選組の教えなんですよね。うん、だからね、私たちはね、全般的な教育も見逃さなくてはならないのかなと思うんですよ。それは違うよってことばかりに囲まれて、勘違いしたことを共通認識として持ってるんで、肝心なところでね、なぜか数字が合わない、理屈が合わないってことに、みんなで直面してるわけなんですよ。それは、机上の空論、ずっと今まで私たちが、賢い人や先生方が教えてくれたことが、違うことが結構あるってことに気づけるときだったのかなと思うんですよね。で、中にはね、先行して分かっていた人が、山本太郎さんが言うことによって、そうそうそういうことなんだよ、多くの人は気づいてないけどそうなんだよっていうふうに共感するところもあると思いますし、ずっと常識に洗脳された方がね、山本太郎さんの説明を聞いて、あれ確かにそうだなと、自分が今まで正解だと思ったことはとんでもない勘違いだったんじゃないかなというふうに感じることとかね、あるわけなんですよね。まあその中でもね、強烈だったのは旧敵国条項って言って、日本という国はね、軍事力を強めれば強めるほど実は近隣諸国から脅威とみなされて、国連安保の許諾なく一方的に軍事によって日本を攻めることが可能になってことなんですよね。今その瀬戸際に来てる、そんな危なっかしい時代なんですよ。例えば防衛費倍増とかね、43兆円をこの5年間で積みますとかね、でミサイルをトマホークをアメリカからバンバン買うっていうことも今やってますしね、さらには武器を輸出するっていう法案も可決して、三菱重工とかね、その他の一流企業が人を殺す武器をね、作って海外に売って儲けようっていう風な、そんな国になってるんですよ。これは一体どういうことなんでしょうね。まあ、こういうことも忙しい多くの人が国会なんて見てないですから、山本太郎さんの切り抜き動画でわかるわけなんですよ。いやー怖いですね。恐ろしいですね。本当この国はどこへ向かってしまうんでしょうか。あなたは準備できてますか。いってらっしゃい。